ちょっと、ちょっと待って。さっきの、あの、リハーサルの時とえらい違った。いい男になったよ。そうですか。リハーサルの時何だったのよ。私はね、ビーズの男のこの子の稲葉くんはすごいいい男だって思ってたの、思い込んでたの。噂もあったでしょ、周りそうに言ってたでしょ。うん、それさっきほらすっぴんの顔見たらさ、なんだって思っちゃったでしょ。でも今綺麗、あー綺麗。それ全然フォローじゃないよそれ。